い、どうもゆうすけです。今回は大阪ゴーフェスに行かれる方に向けて新幹線のお得なチケットの取り方解説していきたいと思います。というのもいろんな方の話を聞くと、結構新幹線のチケットの取り方というのがわからないという方が意外と多かったんですよね。そこでこの私、大の鉄オタでございます。おそらくポケモン GO 界隈の中で一番鉄道知識があると自負しておりますので、このスーパー究極ウルトラミラクル鉄オタポケモン GO トレーナーが新幹線のチケットの取り方、めちゃめちゃ詳しく解説していきたいと思います。まず JR の特急新幹線の指定席の販売開始日は運行日の1ヶ月前の午前10時からになります。もう3ヶ月とか4ヶ月前から取れると思っている方結構多かったんですけども、1ヶ月前でございますので注意してください。1ヶ月前の10時から JR の駅にある指定席の券売機だったり緑の窓口といったところで切符は販売されますが、個人的には今のネット時代、ネットでの新幹線の予約を強くお勧めいたします。今の時代ネットで新幹線のチケットを買った方がメリットがいっぱいあるんですよね。まずはスマホから購入できますので、券売機や緑の窓口に並ばずに買えるということ、そして万が一乗車予定の新幹線に遅れそうな場合でも窓口に行かずにこのスマホから変更などの対応ができるということ、そして一番はネットで予約すると各種交通系 IC カード、 Suica だったり PASMO だったり、そういったものと紐付けができます。よってチケットを発券する必要なく IC カードでピッとタッチすれば普通に新幹線の改札に入場できて、そのまま新幹線に乗れてしまうんです。そしてそのサービスはモバイルSuicaといったものとも紐付けができますので、よってネット予約をすれば切符を発券せず、このスマホ1台のみで新幹線に乗れてしまう時代なんです。そしてネットで新幹線のチケットを購入した際に各種早割のサービスも充実しております。それをこれから紹介していきたいと思います。まずは東海道新幹線を使って新大阪に向かわれる方に向けてのお話になります。主な JR のネットの切符予約サービスとして JR 東日本が運営しているエキネット、 JR 東海が運営しているスマート EX、JR 西日本が運営している e5 予約などがありますが、東海道新幹線は JR 東海が運営しておりますので、東海道新幹線を使われる際にはスマート EX の利用をお勧めいたします。こちらがスマート EX のホームページになります。こちら概要欄に貼っておきます。この商品一覧というところをタップしていただきますと、いろいろな商品が出てまいります。この早めの予約でさらにお得な早得商品、ここに早得商品が紹介されております。まず特に早得を使わない場合でも、新大阪まででしたら普通に切符を買うと東京から新大阪までののぞみ号の指定席は 14,720 円なのですが、これがスマート EX で購入すると特に早割を効かせない状態でも200円オフとなります。スマート EX では東海道山陽九州新幹線の全列車、つまり東京から鹿児島中央間の全列車での対応ができます。切符の発売期間なのですが1ヶ月前からなんと発車4分前まで対応ができます。さらに予約の変更は何度でも無料でございます。この基本商品とは別に早めの予約で早得商品を購入することができます。個人的に特におすすめなのが、まずこの EX 早得21ワイドでございます。これは乗車日の21日前まで予約可能となっておりまして、のぞみ号の普通車の指定席のサービスとなります。これを東京新大阪間で利用すると片道 12,370 円、これは 2,350 円片道でお得になります。もちろんこの早得さすがに繁忙期は適用ができませんが、この2023年度の設定除外日を見ると大阪のゴーフェスが8月の4日から8月の6日で、お盆の期間は8月の9日からこのサービスが使えなくなるということですので、まあ、大阪ゴーフェスの期間はギリギリ使えると。乗車日の1ヶ月前の10時から21日前の23時半まで購入できますとありますが、ここで一つ注意していただきたいのは、これは席数限定の商品になります。要は割引になる席数というのは大変限られていて、例えばもし21日よりも前にまだ買える期間でもその限られた席数が売り切れてしまったら、その時点でこの早割は購入できないということになりますので、早めの予約を推奨いたします。次に個人的におすすめだと思うのはこの EX 小玉グリーン早得です。これは
はこだま号限定の商品なのですが、なんとこだまのグリーン車にめちゃめちゃお得な料金で乗れるんですね。金額が東京新大阪間11,410円、これは普通にグリーン車に乗るよりも片道で7,860円、つまり往復で15,720円お得という超破格なサービスでございます。もちろんこれも座席数が大変限られておりますので、早めの予約を推奨いたします。そしてこだま号ということですので、所要時間もかかるので注意です。東京新大阪間の大体の所要時間の目安としては、のぞみ号が2時間半、ひかり号が約3時間、こだま号は約4時間かかります。しかし時間がかかるとはいえ、グリーン車にこれだけお得な料金で乗れるというのは超破格だと個人的には思います。この 11,410 円というのは、のぞみ号の指定席料金と比べても3000円近くお得になりますので、のぞみ号で急いで行くのもいいんですけども、こだま号のグリーン車でゆったりくつろぎながら優雅に、しかもお得に大阪に向かわれるのもいいんじゃないのかなと個人的には思っております。ハヤトク商品の中で一番お得なのはこの EX こだまファミリーハヤトク、これは2人以上の予約で東京新大阪間をなんと10,080円で行けるという一番安いサービスなんですけども、ただこれはこだま号の普通車指定席となりまして、こだま号の普通車指定席っていうのは指定席の車両めちゃめちゃ限られております。東海道新幹線は全電車16両編成での運転なのですが、のぞみ号が指定席が13両、ひかり号が指定席が8両、こだま号に関しては指定席が3両しかありません。自由席の方が圧倒的に多いのがこだま号の特徴なんですね。このこだまのお得商品というのは、 JR 東海ツアーズが運営しているプラットこだまという商品もございまして、プラットこだまとこの EX こだまファミリーハヤトクの利用者で3両しかない指定席が比較的混雑する傾向にあります。なのでこだま号で得していこうということであれば、この 10,080 円の超絶お得なプランよりも1000いくらですね、だいたい1400円ぐらいですか、プラスで追加してこのグリーンハヤトクを使った方が優雅にストレスレスで移動できるんじゃないのかなと思います。次に山陽九州新幹線を使われて新大阪に向かわれる方向けのお話をします。予約はこの E5 予約というのがおすすめですね。 E5489 で E5 予約、 E5 予約ですね。まず岡山から広島の間から新大阪に向かわれる方はこのこだま指定席切符がお得です。E5 予約の JR 西日本ネット予約限定でございまして、料金が新大阪から広島が片道7,810円、新大阪から岡山が片道4,600円になります。次に九州方面から向かわれる方はこのスーパーハヤトク切符がお得です。14日前までに購入、これも席数限定なので早めの購入が必要ですね。先ほどのこだま指定切符も同じです。お値段が小倉博多からは11,690円、そして長崎や大分といった九州新幹線から外れたエリアからも利用ができます。熊本と鹿児島中央から新大阪に新幹線で行く場合にはめちゃめちゃお得な切符がございます。それがこのスーパーハヤトク21日前までに購入、これも席数限定ですね。お値段が熊本から新大阪までが12,470円、7,150円お得になります、片道あたり。そして鹿児島中央からは14,700円、なんと8,350円お得になります。いやこれはね、このスーパーハヤトク21予約しない手はないと思います。次に JR 西日本の在来線特急を使って大阪方面に向かわれる場合のお得な切符ですね。お得なのはこの E5 予約にあるウェブハヤトクですね。山陰方面からのスーパーハクト、北近畿方面からのコウノトリ、南紀方面からの黒潮、北陸方面からのサンダーバードといった大阪に向かう特急でこれは適用されます。ちなみに新幹線でこの E5 予約を利用する場合はチケットレスサービスには対応してないとのことでございます。ハヤトクサービスはないのですが、ただスマート EX を利用すれば山陽九州新幹線方面からもチケットレスでこのスマホ1台のみで利用することができます。また東北新幹線や上越新幹線方面から東京駅の乗り継ぎで東海道新幹線で新大阪に向かわれるという方もいると思います。東北、北海道、山形、秋田、上越、北陸各東日本の新幹線はこの駅ネットを利用して切符を予約いたします。東日本の新幹線にもこの駅ネット特大という早割かつ座席限定のお得なサービスがございますので、早めのご予約をお勧めいたします。ちなみにこの駅ネット特大は新幹線 E チケット、つまりチケットレスサービスのみで対応ができます。今まで
で紹介した早飛びのサービスは全て席数限定ですので、まあ売り切りを心配されるという方もいると思うんですけども、実は事前申し込みサービスというのがございまして、これは発売開始日、つまり乗車日の1ヶ月前からさらに7日前から新幹線の予約ができるというサービスでございます。ただこれは事前の仮押さえみたいなものですので、まあ第2希望まで指定するんですね。で、実際に指定席が発売される乗車日の1ヶ月前になったら、第1希望第2希望の列車の中で空いているところに割り振られます。ここにも書いてありますね、申し込み時点での予約は成立しませんと。そして満席の場合なら予約は成立しないこともありますと。そして事前申し込みサービスではシートマップによる座席の選択ができないんですね。窓側、通路側といった座席位置は選択できるみたいです。なので例えば東海道新幹線に乗って富士山側の席がいいみたいな指定はできないみたいです。ですが、より確実に早得商品を利用したい場合は、この事前申し込みサービスを積極的に利用されることをお勧めいたします。解説は以上となります。もし何かわからないこととございましたら、遠慮なくコメントなどで質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。ネット予約を使いこなして、ぜひ皆様もお得に新幹線ライフ、新幹線旅行を楽しんでいきましょう。それではご視聴ありがとうございました。もし少しでも参考になったということでございましたら、まだの方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価も何卒よろしくお願いいたします。では次の動画で、アディオス。